チェルとゆいです。今回のガチ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 大喧嘩ドッキリ。ゆいちゃんマジ怒ったらマジ怖いか。ほんとに、いやマジ怖いから私ちょっとビクビクしてんのよ。ここはさ、その喧嘩するやり取りをするからさ、盛り上がってるじゃん、それを旗から見た大くんの反応みたいなのまたうじうじしてる。そう、ちょっと怒り方選手権やろよ。あれもいいよ。おらぁこらぁなんか詰まってる。じゃあ逆に何回ごめんって言われたら許してくれる。もはや連呼してほしいぐらいですよ。ごめん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 って感じ。もうごめんしかない。もう連呼もしたし、ごめんの連呼もしたし、ごめんなさいも言ったし、なんなら最初すいませんでしただったし、なんか申し訳ないでござるみたいな。もうもはや土下座とかしちゃうわ。土下座、嘘、うん、なんなんそのさっきからその態度は。逆に何その態度。普段通りですけど。普段通りじゃないじゃん全然。自分普段の自分分かってなさすぎだろ。低能か。え、逆に普段の私はマジ知ってるの。いやいやいや、何回か撮影してるじゃん。何回かね。うん、どうしただから私が3分遅刻しちゃったので、ごめんなさいって言ってんだけど、まあ、ちゃっちゃり的には許せないっていう話を。まあね、まあしゃあない。もう遅刻しちゃったからね。それはしちゃったで許される。いやだからそれだったらさ、どうしろって感じなの。やめてほしい。何を。今すぐ帰ってほしい。今から撮影あるじゃん。言うことなくなったんだ。思わないかよ。もう TikTok 言ってた。 TikTok ばっかやってんじゃねえじゃん。バン出して。いや重要なんだよ。ちょしょうもない。てかなんでそんなとこ突っ立ってんの。目障りなんだけど、マジで視界から消えて。いやそれはごめん。いやそっち視界だろ普通に考えて。息するな。うるさい。大声出さない。うるさい。お前からうるせえの。頭痛くなる。そんな喧嘩する？別にこっちが売った喧嘩じゃないし、こっちも売ってないけど。お前新人だろ。お前って誰に言ってんだよ。おばさんで言ってます。うるせえな、クソガキがよ。ちょい、それは言い過ぎだよ。一旦ね、落ち着こうよ。落ち着いてます。ずっと落ち着いてます。いや目カーってなってるから。火に油注いでるの誰ですか。あなたです。もういい。俺はそこ受け持つから。なんでそこ座ってんの。まだここベスポジだったからさ。どういうことだよベスポジって。お互い思う気持ちあるけど、別に言って解決することじゃないじゃん、もう今のテンションじゃ。これバー言いました、すっきりしました。いやだから言ってんじゃん、さっきから。マジどうすんのよ、もう。帰れば解決するよ。違う、帰れば解決するじゃん。いや、まだ出ていけよ。マジだる。一生帰って出んの。リセババ。おっちょ、それはやめようよ。とりあえず今日は終わりにしよう。うん、それでいいや。うん、もう終わりにしよう。帰らせて。そう、一旦帰ろう。まあ、ここ俺やっとくから。無理でーす。まあ、帰る準備しよう。一旦うるさいな。まあ、一旦ごめんか。そう。何がそうやねん。てか、催眠術師だったら何とかしてください。催眠術で何とかしてください。今こう、この精神状態じゃ難しいから。けど、まだバカいたの。どうしろしろしろ、うっさいな、調子なんだ。ちょ待って、それはやりすぎだ。ちょそれはマジで、マジで、それはマジで、マジで、おい、なんだよ、これ。いったん、何それ。いったんやめよう、それはマジで。どっけよ、おっしいな。いったんそれ、マジどっけ。ほら、すぐや。ちょ待って、マジで、いったん、何じゃ、いったん、ほら。ちょ、いったん待って、いったん、一旦それは危ない。一旦帰るよババア。いやお前が帰るよ。やめよう、ババア。帰るよ、でけんだよ、ババア。父だけじゃねえのか、でけえのか。あ、黙れ、かかってこいはやばい。視界に入ってこねえ。言うことしてください。もう帰る準備しよう。うるさいな、なんなんだよそのポケット、気持ち悪いポケットつけてんな。これはデザインだから。デザインしてダッセーな、普段からお前でも。本当にこれデザインだから。
あ、かかってこいよ。かからないでしょ。とりあえずさ、準備しな。かかってこい。ほらほらほら。かかってこい。危ない危ない危ない。それはだから一旦準備。おお、すごいすごい。ちょっと待って待って。おい、ちょっと待って待って待って。それはちょっと。ちょっと待って待って待って。それは待って、ちょっと。ちょい、ちょい、ちょい、ちょい。ちょい、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 てってりじゃじゃーんドッキリでしたドッキリか言ってんのてってりてってりいや入ってこない入ってこない入ってこないわ皆さんはどちらの演技が怖かったですかぜひコメント欄で教えてくださいイエーイバイバイ仲良しだもんねー、タピオカ行くもんねー、行こうね、行こうね